アールグレーの茶葉アールグレーティー,アールグレーとはベルガモットで柑橘系の香りをつけた紅茶でフレーバーティーの一種。原料は中国茶のキーマン茶が使われることが多いが茶葉のブレンドは特に規定がないため、セーロン茶や中国茶とセーロン茶のブレンド、稀にダージリンなども用いられる。アールグレーとはグレー白尺の意であり、 1830年代のイギリス首相第2代グレー博チャールズグレーに由来すると言われている。アールグレーの販売会社はトワイニング社、フォートナムメイソン社がよく知られている。アールグレーはベルガモットの落ち着きある方向が大きな特徴である。このベルガモットの香りは精油や香料で着工されることが多い。茶の後期成分は 冷やすと控えめになるが、人工的に香りをつけた、着工茶であるアールグレーはアイスでも香りが、比較的わかりやすいため、アイスティーに用いられることも多い。一方で、ベルガモットの方向は、一般的に温度が高くなるほど引き立つので、アイスティーを念頭に、強めの香りをつけたものなどを、ホットティーにすると、慣れていない人にとっては、非常に飲みにくいものとなりやすい。 この方向がミルクと相性が良いため、ミルクティーとしても飲まれる。アールグレイの名前は、第2代チャールズに由来すると言われることが多く、アールグレイの発祥には、カキのように様々な伝承がある。しかし実際には、グレイ白はインドにも中国にも赴任したことがなく、当時、中国やインドには、ベルガモット着工は存在しなかったことなどから、 これらはすべて事実ではない可能性が高い。ベルガモット着工の紅茶については少なくとも1820年代には存在しており、当時高価であった中国茶を模倣するために着工されていた。こうしたベルガモット着工の紅茶が、いつ、どうして、アールグレーと呼称されるようになったかは定かではない。2013年のオックスフォード・イングリッシュ。 ディクショナリーによるアールグレーの由来についてのレポートでは、文献の調査により、アールグレーの名称が現れた頃のグレー白である、第3代、グレー白である可能性、グレー白とは直接関係がなく、当時流行していた、グレーという紅茶の習字として、シャクヤールを付与した可能性の2つが挙げられており、年代や、当時のベルガモット着工紅茶の扱いを考慮すると、第2代、グレー白が、 アールグレーの開発を支援した可能性は低いと述べられている。磯淵武氏は生産コシを飲んだグレー白がその味を気に入り、それを模して作らせた紅茶がアールグレーであるという説を著書で述べている。磯縁によれば、現代のラプサン・スーチョンはセイロガンのような香りがするが、それは強い香りを望んだイギリス人のために作られたもので、 本来のラプサンスーチョンは淡い龍眼の香りがする紅茶であった。龍眼はイギリスでは手に入らないため、アールグレイにはシチリア島で採れるベルガモットを用いて着工したという。グレイクがアールグレイの開発を命じたという伝承の茶章をめぐってジャクソン社とトワイニング社が元祖争いを起こしたことがある。ジャクソン社の主張するところによれば、 第2代、グレーハクの出入り商人の店を、ジャクソン社が吸収したとのことである。一方、トワイニング社によれば2代目の頃は違うものの、代々のグレーハクとトワイニングは親しく付き合っており、第5代、グレーハクがトワイニングを元祖として認めていることが、根拠として挙げられている。1990年頃ジャクソン社は、トワイニングと合併し、元祖争いは終結した。 注釈出典、ありがとうございます。